こんにちは、粟田洋介です。芸術とは自分のアイデンティティを表現することだという考え方があります。それが芸術とは何かの唯一の答えかどうかは私には分かりませんが、自分のアイデンティティを表現するということはとても大切なことの一つだと私は思っています。で、今日は自分のアイデンティティを表現するっていうのは一体何だろうということを、この丸いキャンバスに絵を描きながら考えていこうと思います。もう20年以上前の話なんですが、私は芸術的な絵を描かなければならない、そんな風に思っていたので、芸術とは何だろうということをものすごく考えていました。そしてその頃、ある有名なアーティストがテレビで、芸術とは自分のアイデンティティを表現することだと言っていました。私はそうなのかと思って、自分のアイデンティティって何だろうということを考えるようになりました。今思うと、芸術的な絵を描かなければならないとか、そんなこと考える必要はなかったと思うんですが、遠回りにはなりましたが、いろいろ悩んで考えたということは自分にとってプラスなことだったと思っています。まあそれはいいとして、私自身のアイデンティティって何だろう、そう思った時に、私は日本人で東京出身で、確かそのぐらいしか思い浮かばなかったんだと思います。そしてその頃ちょうどアメリカに住む予定があって、そしてある人から、日本人がアメリカで絵を描く意味っていうのは何かっていうことを考えたらどうだっていうアドバイスをいただきました。そしてアメリカに住み始めて、何年も会ってなかったアメリカ人の友達とお話をしました。その人もアーティストなんですけど、私には日本人っていう、なんかその特別なものがある、だからそれを生かすべきだって言われたんですね。どういう形でっていうことは言わなかったんですが、まあ日本人っていうことをアイデンティティとして表現するべきなんだろうって私はそこで思いました。それでなんか江戸時代のモチーフとか、そういうのを使った絵を描いたりしました。それでそういうのを描いてるうちに思ったんですけど、日本っていうのはまあ私のアイデンティティの一つなんですけど、今思うと日本を描くとかっていうのは、それは日本っていうテーマで私のアーティストとしてのアイデンティティっていうのとちょっと違うんじゃないかなと個人的に思っています。アイデンティティには社会的なアイデンティティと個人的なアイデンティティっていうのがあります。そのことについてもう少し考えてみたいと思います。社会的アイデンティティっていうのは、私の場合だったら日本人だとか、東京出身とか、性別が男性とか、あとは年齢は数えないことにしていますが、生年月日とか、年齢とか、職業とか、どこの学校へ行ったとか、どこの町で育ったとか、どういう団体に所属しているとか、まあその他いろいろあると思うんですけど、そういうことですよね。アーティストのアイデンティティとして社会的アイデンティティも重要なものの一つであるかもしれません。でも何をアイデンティティとするかは人それぞれ違うと思います。私の場合は、社会的アイデンティティっていうのは本来の自分のアイデンティティとしてあんまり重要じゃないと思っています。重要だと思っている人もいらっしゃいますし、それはその人たちにとってのアイデンティティであって、それは素晴らしいことだと思います。でも私自身のアイデンティティとして大切にしているものは、社会的アイデンティティではなくて個人的アイデンティティです。個人的アイデンティティっていうのは、性格だったり癖だったり、目に見えない感情とか魂とか、そういう感じのものだと思っています。そしてその個人的アイデンティティっていうのが自分らしさというものなんだと思います。自分らしく絵を描く、自分らしく生きる、自分らしさを形にする、それが今の私が思う自分のアイデンティティを表現するということだと思っています。でもそれは私の考えで、自分のアイデンティティを表現するっていうのはいろんな形があっていいんだと思います。社会的アイデンティティでもいいし、個人的アイデンティティでもいいし、いろんな形のアイデンティティを表現することは素晴らしいことだと思います。ではその自分らしく表現するということは一体どういうことなんだろうということをもうちょっと考えていきたいと思います。
自分らしさっていうのは自分の性格とかそういうことだと思います。そしてその自分の性格に正直になるということが自分らしくあるっていうことなんじゃないかと思います。自分らしさっていうのは意識しなくても作品に現れるものだと私は思っています。私が学生の時は今みたいな独特の作風は持っていませんでした。ですが私の作品は繊細だとかなんか独特の感情があるとかそんな感じのことをいろんな人から言われました。そして自分でもそのことは気づいていました。でもそれは意図的にやったことじゃなくて勝手に現れちゃうんですよね。絵を描く時の癖とかっていうのが人それぞれに違います。意図的にやってる場合もあるかもしれませんが、結構それはもともと持ってる性格とかからそういう癖が現れて、それでその自分らしいなんか雰囲気っていうのが作品に現れるんだと思います。その雰囲気が自分で気に入ってる人もいれば嫌だっていう人もいるかもしれません。嫌だっていう人はそれは自分だって受け入れてみるっていうのもありだと思うんですが、それは自分で決めることだと思っています。自分らしさっていうものはもともと持っている自分らしさとなりたい自分として作ってきた自分らしさがあると思います。そしてそれらはどちらも自分らしさなんじゃないかと私は思います。なりたい自分っていうのは自分が努力してなったものです。そしてそれは自分の一部となってるんだと思います。でもなりたい自分になろうとしてすごい無理をしててすごい苦しい場合もあると思います。そこを乗り越えてなんとかなることならいいんですけど、無理して無理してそのなりたい自分っていうのになってる場合はもしかするとそれは自分らしさではないのかもしれません。で、もともと持っている性質とか性格、まあ自分らしさですね、それが何だったんだかわからなくなっちゃってる人も結構いらっしゃるんじゃないかと思います。例えば子供の時の私の話なんですが、10歳ぐらいの時からなんか自分の主張がだんだんできなくなってきて、言いたいことが言えない子供になってきました。でもある程度の歳になってから言いたいことを言うようになりました。でもそれまでは私はもともと割と陽気で割とポジティブな性格なんですが、自己主張あんまりしなくなっちゃってからはそんな性格だったってことも自分で忘れてたっていうか気づかなかったっていうか、自分自身を見失ってたんだと思います。私の場合は運よく言いたいことを言うようにして、それで言わなくてもいいことまで言ってしまうようになってしまったんですが、大人になっても自分が何なんだか分かんなくなっちゃってる人もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。アート作品として表現することも、人として自分として生きるっていうことも変わらないんじゃないかと私は思っています。なので自分らしさに気づくっていうことは大事だと思います。そこで私は自分らしさって一体何だろう、どうしたらそれに気づくんだろうということをちょっと考えてみました。自分らしさが何かっていうのを人から聞くっていうのも一つの方法なんですけど、気をつけなければならないのは人によってあなたらしさっていうのを勝手に決めつける人たちもいます。例えばあなたが無理してやってるのに、ああ、あなたらしくていいねとか、なんかあなたがやった時になんかそれあなたらしくないねとかって言ってくる人たちいますよね。私もそういう風に言われることがあります。でもこの人私のこと分かってないなって思うだけなんですが、もしも私が自分を見失っている時だったら、あなたらしくない、それも私の一面であるのに分かりもしないでそう言われたとしても、自分自身のことが分からないものですから、あ、そうなのか、それはいけない、それは直そうっつって本来の自分を変えようとしてしまう場合もあります。なので人の意見よりも自分らしさとは何かということを自分の心に聞くということが大事だと思います。そしてどういうふうに自分の心に聞くかというと、何かをやってる時に心から自分が楽しいと思えること、幸せな気分になるっていうことですね。幸せとか楽しいっていうことすらなんだかわからない人っていうのがいるんですよね。でも本当に楽しいことっていうのはあるはずなので、それに気づくっていうことです。例えば絵を描いてる時に楽しい瞬間ってありますよね。それが自分らしい絵を描いてる時なんじゃないかと思います。で、だんだんその作業が辛くなってきた。そうなってきた時は、その辛さによっては自分らしくない何かをやってるんだと思います。自分が好きなものは何か、嫌いなものは何か、好きなものがあって嫌いなものがある。それが自分らしさだと思います。
楽しい、いい意味での刺激、そしてやる気になる、生きている気がする、それが自分らしさだと思います。人生生きていたら嫌なこともやらなきゃないし、いつも自分らしくいられるわけではないと思います。それは私も同じです。ただ私は作品作りの時は努力してでも自分らしくあるようにしています。そして自分らしさっていうのは一つだけではありません。こういう自分もいる、こういう自分もいる、こういう自分もいる。例えばさっき私は陽気でポジティブな性格だって言ったんですが、陽気なポジティブな私もいれば、ちょっとネガティブで心配になる私もいます。人に親切でありたいと思う私もいれば、ちょっといたずらをしてみたいという私もいるかもしれません。でもどの自分もそれは自分らしいということです。アートの表現も同じで、一人の人が同じ表現ばっかりしてもいいですが、違う表現もする場合もあります。私はいろいろな自分がいるんですが、自分が辛くなっちゃうような自分であることはなるべくやめて、自分が楽しくて幸せになる自分であるようにしています。できればですけどね。そしてもともと持ってない自分らしさっていうのも、新しく作った自分らしさ、それがすごく自分を幸せにするんであれば、その自分らしさも自分の一部として持つことにしています。こんな感じに完成しました。タイトルは自分らしく生きる人です。ちょっと今日お話ししたトピックがトピックだったので、このタイトルはちょっとこじつけなんですけど、それ以外のタイトルがちょっと思いつかないし、なんだかよくわからないけど、この人が自分らしく生きてるっていう気がします。まあそういうふうに考えるのも面白いなと思って今日はそのお話をしたんですが、私の場合はなんかあんまりアイデンティティだとか自分らしさとかあんまり考えすぎると自分らしさっていうのは出てこないような気がして、なんでかっていうと、考えすぎることによってなんかガチガチに硬くなって、硬くなったら自分らしくいられるわけがないんですよね。なので楽しく生き生きとしている時は自分らしさが出るんじゃないかと思います。私は絵を描くのにそんなに難しいテクニックっていうのは必要だと思ってなくて、それどころかテクニックなんか全然いらないと思ってて、絵を描くっていうのは他のことと違って人間にとってはすごく自然のことで、誰にでも絵を描くことはできるんだと思います。でもその描いた絵に個性とか自分らしさが表現されていることが素晴らしいんだと思います。でも絵を描くテクニックを磨くっていうことも素晴らしいと思っています。ですが、個性を出すスキル、自分らしくあるスキル、自分らしく生きるスキル、そういったものが大切で、そのスキルっていうのは楽しい時や生き生きしている時に自然に現れて、それを続けることによってそのスキルっていうのは上がっていくんだと思います。もちろんそうじゃないっていう方もいらっしゃると思うし、それはそれで素晴らしいと思うんですが、私は楽しく生き生きと絵を描いていきたいと思っています。きっとそれが私のアイデンティティだし、多くの人にとってもそれは同じなんじゃないかと思っています。楽しくもなければ生き生きもしない人生なんて誰が望むんでしょう。まあなんであれ個人の自由だと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それからコメントなどもいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。